海鮮はムキモンアモク、無ゼンダニカダニ前ダかヒゼン前ニの規制による、皮膚感染症。失踪、ゼ前とも言う。知られている、皮膚疾患の中で、創用は、最高度である。通常海鮮と、核化型海鮮に対別される。病原体の前ダニ前ゼン前ニの生活環動物の種類によって、ン前ダニの種は異なる。人に対しては、 サーゴプテススコビバリエーション、ホーミニスが関係する。ヒゼンダニの大きさは、メス成虫で体長約400マイクロメートル、体幅約325マイクロメートルで肉眼では見えない。交尾を済ませたメス成虫は、皮膚の角質層の内部に挟み足で、海鮮トンネルと呼ばれるトンネルを掘って寄生する。海鮮トンネル内のメスは、約2ヶ月間の間、 1>, 1日あたり0.5から5ミリメートルの速度でトンネルを掘り進めながら、1日に2から3個、総数にして120個以上の卵を産み落とす。幼虫は孵化すると、トンネルを出て模倣に潜り込んで寄生し、若虫を経て約14日で成虫になる。有成虫や未公尾のミス成虫はトンネルは掘らず、単に角質に潜り込むだけの寄生を行う。 交尾直後のメス成虫が未感染の人体に感染すると約1ヶ月後に発病する。皮膚には皮疹が見られ、自覚症状としては強い皮膚のかゆみが生じる。皮疹には腹部や腕、脚部に散発する赤い小さな球疹、手足の真っ正部に多い海鮮トンネルに沿った線状の皮疹、さらに比較的少ない我が陰部を中心とした。 小豆大の結節の3種類が見られる。非常に強い痒みが主要症状で、水泡性回線は小児に後発する。身体所見として、海鮮トンネルがあれば疑う。海鮮トンネルからの作家物を顕微鏡で観察して、ダニ、中卵、粉流を認めることで確認する。動物では、症状が重い場合は、体毛が抜け落ちたり数週間で衰弱死することがある。 ひっかき症は、黄色ブドウ球菌、溶連菌の感染が起こりやすく、脳下心を引き起こす。脳下心は、肺血症、子宮体陣炎、リウマチ性心疾患等の重篤な合併症につながる。重症感染の価格化が高い線は、1848年に初めてこの症例を報告したのが、ノルウェーの学者ダニエル・コルネリウス・ダニエル・センラであったため、時に、 ノルウェー海戦とも呼ばれるが、疫学的にノルウェーと関連があるわけではないため、価格化型海戦と呼ぶことが提唱されている。何らかの原因で免疫力が低下している人に、既然ダニが感染した時に発症し、通常の海戦は、せいぜい1患者あたりのダニ数が1000個体程度であるが、価格化型海戦は100万から200万個体に達する。このため感染力は、 極めて強く、通常の回線患者から他人に対して感染が成立するためには、同じ寝具で同勤したりする必要があるが、そこまで濃厚な接触をしなくても、容易に感染が成立する。患者の皮膚の摩擦を受けやすい部位には、汚く盛り上がり、柿の殻のようになった角質が付着する。中国髄の異質元型が表した諸病原口論に、畑として記載がある。また、 等の孫子曝が表した、千金く方は、医療を含む難航による治療法が記載されている。によると、昔は、雷病と回線はよく合併し、三つ田自身も神社仏閣でよく観察していたという。なお、三つ田は、霊儀毛のラインが伝染した話は、回線があり、伝染したことが観察されたのではないかという。通常のラインであれば、伝染する印象はない。 イベルメクチン、フェノトリンは、共に卵には、効果が薄い。初回投与時には卵であったものが孵化することを、念頭に置き、一週間隔で二回投与する。従来使われていた、ベンゼンヘキサクロリドは、日本では2010年4月の化学物質の審査及び、製造等の規制に関する法律改正により、第一種特定化学物質に追加され、院内製剤用としての入手は、 不可能となった。かつては618部への入浴も行われていたが、生産会社の無等症制約が2008年に生産を終了したため利用できない。羊では、家畜伝染病予防法における届け伝染病に指定。AB 回線とは、国立感染症研究所熊本日日新聞。ハイエナ熊本市で目撃多数正体は、 皮膚病のたぬき熊本日日新聞。熊本日日新聞。2021年7月12日へ閲覧。感染症あらカルト、回線診断、治療から、感染対策ベクトン、リッキンソンカンパニー、ABC 回線診療ガイドライン、日本皮膚科学会、無糖発布を生産していた、無糖症製薬が、業務終了へ、すでに工場は創業停止、ギガジネ記事、 2008年11月25日閲覧2015年10月23日 ABC 谷口優子、皮膚科以外の診療科における改善患者診療時の注意点日本二次新報2015476166から67ありがとうございます